けよ。ああ。これをやってみな。え、僕が？俺ができたらボクシングを教えてやるよ。僕がこんなことを。そんな。おめえ俺みたいになりてえんだろ？え？だったらこれくらいはやってみな。そうだな、最低でも10枚掴んでみせろ。10枚？そうだ、出なきゃボクサーになるなんて話は諦めるんだな。やります。10枚掴んでみせます。1週間後だ。え、たった1週間？俺は練習しないでもできたんだぜ。なんだ、割と簡単じゃないか。これなら10枚ぐらいできるかも。1枚。よし。2枚。ああ。素人じゃどうやっても10枚なんて取れるわけねえ。この間のパンチ力には確かにびっくりしたが、どう見てもボクサー向きの性格じゃねえ。きっぱり諦めさせた方があいつのためだ。1枚、2枚。ああ。1枚、あれ？ 1 枚、2枚、1枚、2枚。1枚、2、1、2、2枚目が取れない。これ大変だ。あ、遅刻。ただいま。おかえりなさい。どこ行ってたの？ご飯できてって。もう食べて。よく噛みなさい。行ってきます。つれづれなるままに日暮らし、硯に向かいて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく書き作れば、怪しい。どうしたら2枚目がつかめるのか。まあこれが有名なつれづれ草の序文だ。さてそれ、あ、何やっとる幕の内。あ、いえ、すいません。いってらっしゃーい。よーし。ああ、惜しい。でも、もうちょっと、もうちょっと、スナップを効かせて、葉っぱをつかむ瞬間にシャープに、そして、素早く握り込まなきゃいけないんだ。シャープに、素早く。リッパー、俺たちに挨拶なしかよ。あ、さようなら。言われりゃ何でも入らないかよ、てめえのようなやつはな。あれ、ん、どこ行った？さあ
も前進。やった。やった。ただいま。母さん。母さん。そうか。今日は朝釣りの予定が入ってたんだっけ。手伝うの忘れてた。ごめんね、母さん。あ？一歩へ。何に夢中になっているのか知らないけど、最近の元気な一歩を見ていると、母さんは嬉しいです。仕事のことは気にしないでね。母さんはまだまだ若いんだから、くじけずに頑張りなさい。母さん。やっぱ母さんのご飯は最高だ。1、2、3、4、5。お前が限界か。夜が明けたら約束の日だ。くそ！うん。1、2、3、4。ああ。1、2、3、4。ああ。ダメだ。やっぱり僕なんかには無理なのかな。生まれ変わるのにも、才能がいるのかもしれない。自分で諦めてどうする？自分でやるって決めたんじゃないか！あの音。全然違う。パンチのスピードが違うのか。あの音が。くそ、全然ダメだ。高村さんはあんなに簡単にやってたのに。ん？簡単？軽く。はあ。これだ。同じ音だ。何してんだお前。待ってましたよ、高村さん。待ってたって？俺に何か用か？やだな。今日は約束の日じゃないですか。おめえな、汗だくでいつから？約束ですからね。来てもらえますか？え？もうクタクタで一度きりしかできないと思いますから、よく見ててくださいよ。
やったほら見てくださいよ、ほら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚、うわやった、本当は不安だったんだ、よかった成功して、やった、嘘だろ、素人のくせに、なんでできちゃったんだよ。これで合格ですよね、ボクサー目指していいんですよね。葉っぱに当たる瞬間、手首のスナップを効かせて素早く握り込む。当たる瞬間までは拳は軽く握る。拳に力が入ってると、かえってスピードが落ちてしまう。それがコツだったんですね。よーし、しょうがねえな。よく気がついたじゃねえかよ。いいジャブだったぜ。ジャブ、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 ジャブ。呆れた野郎だ。俺は両手で10枚のつもりで言ったんだぜ。それを左手一本でやっちまいやがって。なんか変なやつだけど、面白いボクサーが出来上がるかもしれねえな。あれ、打ってこいよ。はい。ジャブ、ジャブ。よし、いいぞ。ジャブ、ジャブ。よっしゃ、いけてる。よし、頑張るぞ。ボクサーになるぞ。おい。ジャブ、ジャブ、ジャブ。ちょっと待って、これ。ジャブ、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 ジャブ。調子に乗んな。すいません。1ヶ月、それまでに腹筋と背筋、あとはランニングで、会長。いやあ、ヤギちゃんか。おや、またこの前の世界タイトルマッチですか。相変わらず世界は派手じゃのう。スーパーチャップ同士の夢の一番じゃ。羨ましいですね。マネージャーとして一度でいいから、こんなビッグマッチを手掛けてみたいですね。まったくじゃ。昔は日本にだって夢を見せてくれる男がおよよいたもんじゃ。このジムを開いて20年。その間日本チャンプが2人、東洋チャンプが1人。だが、世界挑戦者はゼロじゃ。高村くんがいるじゃないですか。確かに奴は違う。体も才能も恵まれとる。あいつはこのジム始まって以来の大物になる素質を持っておるわ。あ、そういえばさっき高村くんから電話がありましてね。うん。よし。おはようございます。よし。よし。紹介するぞ。こいつが今日からここに入門することになった幕の内一歩だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの子でしょうか、入門生って。おお、たぬきじじい、ちょうどよかった。こいつが今日から、いて、何しやがんでこのじじい。いいから来い。おい、お前が連れてきたというからプロでもやれそうな新人かと期待してみれば。なんじゃあれは。闘争心のかけらも感じさせる。俺もって、それじゃなんで連れてきた。勝てる見込みなんぞさらさら感じられんぞ。あんな奴がボクサーになれると思っとるのか。お前の目は不思議なか。のことやってみないとわかんねえじゃんかよ。俺はあいつに見込みがあると思ったから連れてきたんだよ。お願いします。よろしくお願いします。わしにはあれがボクシングに向いてるとはどうにも信じられん。なんだと。だったらスパリングでも何でもやってみろってんだよ。おお、随分な自信だな。じゃあやろうか。マジか、ど素人だぞ。ボクシングは一つ間違えば命を落としかねん危険なスポーツや。向いてないなら早いうちに諦めた方が本人のためでもあるからな。ちっけえ。
パーリング？練習試合のことだ。へえ、試合か。おめえがやるんだよ。冗談じゃないですよ。そんなの無理です。ジタバタするんじゃねえ。誰も勝てと言ってねえよ。とりあえずどの程度か可能性を見せろってことだ。可能性って言ったってやるしかねえんだよ。それともこのまま帰るか。あれ、やるしかない。帰るわけにはいかないんだ。用意できたぞ。よろしくお願いします。うん。で、相手は？あれ、宮田か。俺じゃ役不足かもしれませんけど。ふん、面白いことになってきたぜ。あの人は？宮田一郎、おめえと同じ16歳だ。まだプロのライセンスは持ってない。そうか、同い年か。プロでもないならそんなに違わないのかな。バーカ、全然違うんだよ。奴の強さは桁違いだ。17歳でないとプロのライセンスは取れない。奴は年齢で取れてないだけで、実力だけで言えばそこらの4回戦のプロボクサーよりずっと上だ。え？アウトボクサータイプのテクニシャンだ。元プロボクサーだった親父にガキの頃からボクシングを教え込まれてる。いわばボクシングのエリートってやつや。プロボクサーより強いって、そんな人相手に僕は何をすればいいんですか？だから勝てって言ってるんじゃねえ。可能性を見せろって言ってんだ。おめえのやる気を見せるんだよ。やる気？そうだ、僕だってボクサーになるって決めたんだ。もう後戻りはできない。相手だって同い年じゃないか。もしかしたら少しはやれるかもしれない。少しは落ち着いてきたか。いいか、ルールは本番と同じ4ラウンド。3ノックダウン制じゃ。3ノックダウン。1ラウンドに3回すっ転んだら負けってことだ。ほれ、これ加えろ。何するんですか。ボディはちゃんと鍛えてきたようだね。これでなんとかやっていけるか。よし、1ラウンド目はとにかくガードを固めて耐えろ。何があっても腕下げんなよ。1ラウンド終わって立ってられたら次の指示出すからよ。名付けて亀作戦。亀、ガードを固めて腕を下げない。よし、行け。始めるぞ。ゴングで頭が真っ白になっておる。バカ野郎、何突っ立ってんだ。なんだ、本当に素人なのか。バカ野郎、カメだよカメ。ガード上げろ。カメだ。このバカタレが。一歩立て立て。あの程度か。なんだ、ボディを打たれて、その後がわかんない。この人は全然違いすぎる。今日をもって
パーリング。ヘッドギアをつけリングに上がる。思ったより広いリング。ところが相手が立った途端窮屈なくらい狭く感じてしまう。見せなきゃ可能性を、やる気を。頑張れ僕の両手両足。僕はボクサーになるんだ。次回、嬉し涙。